listening to Shibuya Cross FM。いやー、俳優がなんかマリファナで捕まったってなんかニュースになってたけども、んーとおかしい世の中になりましたけどもね、今日もたくさんの、皆さんね来てもらっております。ありがとうございます。ちょっと少ないかな今日ね。ちょうどいい温度なのに、うん、どん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 離れていったそのファンがまあまあまあいいんですけどもね、まあ、この番組は株式会社スカーレット原宿サウンドスタジオさん、福島県郡山市不動産会社株式会社大ホーム、株式会社南電工業、株式会社ブルパッション、株式会社三つ目さんの提供でお送りします。さあ始まりましたけどもね、まあ、そういうなんか有名な方だったですね。あの方もなんかね捕まって、誰かさん弟なんかの弟エイトさんなんかあ、ね、そうやったらしいですけど、なんでしょうね、ああいうのってもう本当にわからないですよね。そんなにいいもんなんですかね。よく言いますけど、だって昔昭和の頃を思い出したら、あのガキの頃家の近くで建築とかでやってるおっさんとかがフラフラしてましたけどね。もう一斗缶のシンナー捨てた人たちがいっぱいいたんで、うちの地域は、うん、あれかな、もう最初から何言ってんねんって言われるかもしれないけど、シンナーはアウトなの？シンナー吸ったらアウト？セーフ？シンナーなんで知らないのみんな。シンナー何の話してんだよ、オープニングからシンナー吸ったがどうとかいや本当にそうだね。でああいう人たちはね、あの紙で巻くなんて言うんですよね。紙で巻くで火で炙るなんて言いますけどもね、まだ楽だよ。そんなのしててさ、灰になれるんだったらネゴシックスなんて給料明細巻いて火で炙ってね、燃やしてね、天井見て6時間寝るんだから、本当に本当そうですよと思えばね、まあ、嫌なこともまあいろいろとありますけどもね、今日ちょっと思ったけども、あれはなんかどうにかしないとなと思ってるんですけど、あのウーバーイーツ頼む人いる？頼む。マンションのさ、入ってくるところでピンポーンって押すやんか押さないとさ入れないから、押してはいどうぞって言って入ってくるやん。その時にいつも言うのよ俺は、ウーバーイーツですって言われるから、ありがとうございます、玄関のとこに置いといてくださいって言うねんな。はい、かしこまりましたって言ってくんねんけど、なんで玄関のとこに置いとってくれって言うのかって、会いたくないのよ、こういう仕事してるからね、顔も見られたくないし。で待ってたらさ、玄関のとこまで来てまたピンポンって仕上がるわけよ。で、なんですか？いや届けに参りました。置いとけや、だから何回これやんねん、マジでストレスやねん、あれほんま。そんな切り方してないよ、それ顔面越して置いとけとか言わへんで、そんな頭おかしいおじさんじゃないから。いやだから置いといてもらえますかって言うねん。で俺の言葉が足りないのか向こうの考え方が足りないのか知らないけど、玄関の前に黒いポストがあるんですよ、私の家はね。でポストの上に植物を置いとるんですわ。でその横に少しだけスペースがある。普通さ、食べ物だったらそこに置くでしょうか、なんで地面に置く。もうなんか野良犬みたいな気分すんねんな、あれ。ほんでもうそれは知らんがなって言われるかもしれんけど、持って行ってさ、リビングまで持って行って食べる時あるでしょうが、あの時さ袋を固く締めすぎてもうハサミない時さ、ガーッとしたらビヨーン伸びる時ない？なんかもうどっかかけれるやんみたいな、植物みたいな感じでさ、一回かけようかな思ってビヨーンって伸ばしたやつ、植物みたいな感じで窓際で、で腐るまで待ってみようかなと思って、うん、でその腐った菌食べてぶっ飛ぼうかなと思って、でニュース載ってやろうかなと思ってました。今日はえらいペラが回りますわ、ありがとうございます。うん、明日のね、ウエストランドの井口のライブもあるんでね、毒を吐いて今体の免疫をこう 毒しとかないといけないんでね。明日来る人います？うん、ぼちぼちってことで、うん、喧嘩売ってんのかなみんなまあいいんだけど別に、やってますけどもね。あれよ、あの苛立つといえばそれで思い出したけどもさ、もう税金ね、もうすごいね、何であんな取るかね国は。もうひどい、ひどいよ。一生懸命働いてさ、給料からもう取られる所得税があるわけでしょ、これまず所得税でしょ。で一代で会社を起こしてさ、世のために人のために立ち上げたのに取られる法人税、夢のマイホーム買って取られる固定資産税よ、ね、でクソみたいな腐敗政治がイラついたと思ってタバコ吸って取られるタバコ税だって、
なのにさ、なのにじゃない、もうだのにって言うわ、もうなの上だのに、全然働けるのにさ、働かなくてもらえる生活保護、いい加減にしろよ。本当、本当にうぜえだわ、税金だけに。うまいこと言って、今税でつなげてピンとこないかね。そうなのよ、本当にさ、腹立って仕方ないってわけよ。もうイラつくことが多いですね。あとまあそのストレスじゃないですけども、なんか変わったご意見もね、最近はいただけるようになりましたわ。うん、 YouTube、 あのチャンネルの YouTube のコメント欄でね、久しぶりいいねが250くらいついてる素人の方のコメント、感想が書いてあった、読んでみたのよ久しぶりに。うん、ほんだら、こんなこと言って申し訳ないんですけどと、以前までかまいたちのチャンネルを 2,3 年ずっと見てたものですと、久保田さんのチャンネル見出してからもう見れんくなりましたって、責任取ってくれんですかって言うって、俺知らねえからさ。うん、でお願いが一つあるって書いてあったから、お願いが一つあるんですと、もう濃すぎると、濃すぎる、内容が濃すぎるので月2ぐらいにしてもらえませんかって。それじゃ俺も飯食えないからね、本当そこは分かってほしい。うん、俺もやってみたいよ、大好きなコンビニのお菓子ベスト3とかさ、ね、やってみたいよ。なんだろうね、いいよな、楽でいいよな。いいよな、本当によくない、クーラーかけてさ、ね、コンビニで美味しいお菓子ベスト3だって。買うのかね、みんな買うか、やっぱ影響力強いからってか。そうか、うん、やろうかな俺も、ちょっとやってみようかな。今月の給料、今月の給料明細を見て高かった仕事ベスト3とかやってみようかな。ね、本当に、まあ、大体低いのが、ね、NHK と日テレなんだけどね、なんかかかってるわ今日、ごめんね。今日はかかってます。安いのよ意外と、本当に日テレさんはすごい安いからね。うん、びっくりするぐらい安い。うん、なんかね、優勝した時かな、 M1 で優勝してから、クリームの有田さんが出てる番組があったん、あったんやけど、徳井さんとかとやってるやつって、あれ日テレっけ、徳井さんとかさ、クリームさんとかやってるやつ日テレやんな、日テレやんな、あ、それかもしれない。俺それになんか出たのよ、みんなで芸人めっちゃ多くて、多分そういう番組やったと思うねんけど、うん、値段言えないけど安かったよあれ。そう、大好き花子師匠とかも出てたけど安かった、あれね1万2000円ぐらいやった。うん、すっごいびっくりした、本当に安いんだよね。まあまあありがたい話ですけども、あとはまあテレビ事情で言うと、最近はね、もう俺もちょっと急がないといけないの、今日はクセスゴの宿題があって、もう12時までに提出しろって言うんだけど、もう厳しいのよ、もう助けてよみんな誰か、もう金玉もダメだって、金玉ダメだから、じゃあどういう言い方したらいいのって、女の子がキャン玉でって言ったから笑ってもうたわ。悪いなっつってキャン玉って言わしたことに対して、キャン玉だったらいいらしいわ。うん、だから今回はちょっともう浮かばないから、宮崎弁、もう宮崎弁でさ、全部宮崎弁にして、むちゃくちゃ文句言ったのかなと思って、それ大丈夫でしょね、もう炎上もしないしな最近。うん、そうそう、炎上しない、全くしない炎上は。まあね、火が分かるっていうか、火種がもう分かるんだよ、話してて、あ、これ火つくだろうなとか、うん、あ、これ言っちゃった、これダメだなとかさ、もう分かるね、こんだけ燃えるとさ。あと弱火と中火と、うん、バックドラフトって分けてるけどもね。うん、広末さんはねまだ弱火だわ、うん、正直言うと。そう、あと山添はもうあいつのこと唐揚げくんって言ってるけど、うん、韓国で唐揚げペロペロ男だから、あいつはね中火、中の日ぐらい。うん、あとちょっとね、ちょっとまれやったけど、バッドボーイズの佐田さんは、バックドラフト、最初バックドラフトやったけど、やっぱ人の行いとか得だろうね、もう弱火になったね、さすがの。もうなんで俺あんだけ燃えてん、4年前、いい加減にしろよ竹内、ぶち殺すぞあいつ。ほんとクソが。まあでもいいよね、広末涼子さんのさ、かっこいいよね、浮気した方もさ、夢あるわあんなの見たらね、夢あるとか言ったら叩かれるかもしれないけどさ、ね、浮気できるってじゃあ何かっていう話なのよね。やった美貌とかさ、美しさとかがあるわけよね。うん、面白いもんだけどね。どうなんだろうね、人によって変わんのかね、不倫して叩かれるとかさ。うん、
ちょっと、まあ、好感度もあるか、好感度も、うん、好感度なのかな。そうそう、そんなのをね、ネットニュースとかでバーって見ながらね、楽しんだりするわけですけど、なんか一周回って最近はね、もうお笑い、お笑いで言ったら、田代正史さん、田代正史さんのインスタ見たことある人おる？うん、あのね、毎日毎日ほんと小学生の60点ぐらいのダジャレ毎日言ってるから見て、うん、すっごいほっこりするから、なんかお茶とお菓子食べた後みたいな感じになってくる。ぜひおすすめですわ。うん、まあそんなんもありながら、ちょっと今日はお友達とね、ここで話しないといけないことがたくさんあるから、読みましょうか。おーい、あんたの出番だよ。おい、はいはい、なんかいつも芸能人の名前言ってなかった？何、おーい、あんたの出番だよってなんか毎回さ、その秒速でなんかどんな話しようかなって考えてんだけど、うん、ああどうも、中野こたです。はい、ピン芸人です。おいおい、はいはい、何を話せなあかんて。いやいや、昨日もね、昨日もすっごい一緒に飲んじゃってね。まあね、あれ何時、4時ぐらいまで、結局4時ぐらいやな、10時ぐらいから。久しぶりちゃう、あんなに飲んだ。飲んだね、ちょっと今な、うん、飲んだ飲んだ。2軒、3軒行ったんか。3軒行った。いわゆる、うん、和食的な、割烹的な居酒屋さん で、 そうそうそう。で2個目がいわゆるもうちょっと揚げ物とかあるタイプ で、うんうんうん、で3つ目がほんまにカラオケ。カラオケ、2000年までの歌しか歌ってはいけないっていうカラオケね。ないや、なんかその昭和みたいな、ね、そう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 、うん、やつがあるんですよ。でさ、2軒目行ってさ、またベロベロになっちゃってさ、うん、もうまたもう喋る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 よ。ほんとみんなさ、 YouTube だけ見てるから分からんやろ、この人がどれだけ喋るのか。喋るよでも普段もよう喋るけどね。あのね、言い方合ってるか知らんけど、うん、あのスキャットマンのおもんないバージョンぐらい喋るんだよいや、ちょっと待てや、スキャットマンもおもんないやろあれ曲やから、スキャットバラバラベンバンバラバラって言うてるか俺一回でも。昨日そういえば道を歩いてたらこんなことになっていや、分からん、あれだってさ、あの、うん、日本語に訳したらそういうこと言うてるかもしれんやん。いや、そう言ってねえだろ、そんなこと。スキャットマンぐらい、いや、でさ、飲んでてさ、だからもうタバコ外でそう言うて捨てたのよ。だからさ、もういいよ、このラジオとか全部言うけど、店内無理やから、うん、そう、外で吸うんだけど、割と住宅街なんですよ。住宅街、捨てたやん、バーって捨てた、うん、ほんだら、なんやねんと思ったけど、もう奥の方でタンクトップ着てもうハーフパンみたいなの履いた、なんか頭イカレジジイみたいなやつが言うてええんか、それ。いいやろ、もう知らないよ、あの電信柱に右手ついて、うん、うん、睨んでんのよ、ずっと。乳首見え放題やったね。見え放題の親父が、ダーンってなったやつで、なんやねんと思って、俺無視しててんけど、パッてこの人見たら、メンチ切ってんの、ちょやめてって。いや、違う、なんかごちゃごちゃ言うてきたから、ちっちゃい声で。何を言ってたん？いや、とりあえずが、あの、うるさいんだよって言ってんね、うん、ずっと。で、うん、謝りに行こうと思って近づいた、ほんとすいませんっつって、うん、だから、本当にね、うるさいんだよって言って。で、俺なんであれ怒ったかっていうと、うん、怒ったっていうか、まあ、いつもやで、人とそういう時、話する時は手後ろに組んで、うんうん、あのカードもらえたのにサッカー選手みたいにするよ、俺、ちゃんと。で、ずっと話聞いてたらいや、すいませんと、確かに店内でタバコ吸えないから、うん、前で吸ってました、ちょっと喋ってましたって言ったら、うん、もう繰り返しやん、うん、本当にね、うるさいんだよって言うから、いや、で、まあね、なんで怒ったかっていうと、でバーバーバーっていろいろ言われた後に、本当になんかつまんなそうな連中と飲んでるよって言われて、うん、それでカチンときて、うん、それなんですかって言って、うん、いや、もう分かりました、僕帰るんで帰ってくださいって言ったら、うん、お前が帰るんだよって言われて、いや、じゃあもう帰ってください家にって言った、僕が謝ったんでって言ったら、うん、お前が帰るんだよってずっと言われて、だから それをあんたがもうね、もう無視しようと思って、放置した方が面白いと思って、うん、で、あわよくば動画撮って YouTube 上げてやろうと思ったのよ。最悪やな、お前。でもそこまでしたらかわいそうだから、うん、お見送り新一といたでしょ、うん、お見送り芸人新一、あんたがさ20分ぐらい帰ってこねえから、うん、新一に、うん、そこもなんか事件になったらやべえか、一回見てこいよお前っつって、うん、見てきたわあいつ、うん、で今辻褄があったわ、あんたが言ったことと。あ、そう、戻ってきてあいつが最初に言ったのが、うん、サッカーでペナルティーカード出された選手ぐらい腕後ろに組んでますって言っててそういうことかいそう、あの、万が一体とか当たったら、うん、そのもう向こう様子おかしいわけやから、うん、何言われるか分からんやんか。そうそうそう、だからでさ、その後さ、もうって中山って戻したのよ。戻った。ほんだら警察来てさ、そう、お店に、うん、で店員がさ、久保さん
久保さんいますか、なんで俺やねん、ちょっと待って、もうお前俺の名前出したんか、あれ出してない、いや久保さん来てくださいって言うから、だからあの店員さんはあの久保ちゃんのことは知ってるけど俺のこと知らんから、とりあえずあ多分久保田やと、で俺行ってさ、俺警察と話してさ、うん、警察が何かしたんですかって言うから、うん、もうめんどくさと思って、うん、見てんのよまだジジイがずっとこっち俺の方、俺関係ないのに、で俺が説明して、いやいやもうだからもううるさいのは分かったと、タバコ吸っててちょっと声が大きなっただけですわと、うん、ほんでその前の時もここで横のお店のお客さんに絡んでたんですわって、ね、うん、まあいわゆるあの言い方悪いですよ、街の変態と一緒ですわって、はっきり言うたね、僕らもこういう仕事しておるんでそんな迷惑かけんですわ、お前さんよろしくですわって言ったら、ありがとうございます、いつもラジオ聞いてますって、お前俺まとめたんだぞ話俺偉いやろ、俺そこまとめてさ、いや偉い、ありがとう、ラジオ聞いてくれてたんや、ほんで聞いてくれてたよ、うん、いやあのねもう非常に難しいねんけど、うん、そう拉致があかんとあのことでさ、うん、まあでも悪いっちゃ悪いんかな、でも店の敷地内ではあるわけやんか、うん、タバコ吸ってんのは、うん、でうるさいんだよって言ってるけど、もあの時点で全然10時とかやで、確かにな、そんなうるさないよ、確かに、であいつずっと嘘ついてたからな、うん、ヘロヘロのタンクトップでもう乳首見え放題、うん、脇毛生やし放題やったくせに、うん、なんかもう、俺帰るんだよって言って大豪邸指さしてんねん、あんま言ったんだけど絶対住まれへんよお前はそんなええ家住んでるかもしれない、いや住んでないって、まあそうやな、大豪邸やったら聞こえへんもんな、そんな声さえな、で正直言うと俺も途中からおもろなってきて、うん、全然帰れへんから、じゃあ帰ってくださいよって言ったら、うん、いやここには後で帰るんだよって言ってたから、もう家嘘ついてんねんめちゃくちゃうせえねん、いやまあそうやけど、あまあまあでも、もう俺はでもちょっと思った、もうお前ちょっとやっぱあかんわ、飲むときマジで、うん、やめるもう、いや、お前とはもう飲みたないから、そう、いや俺はでも昨日だってさ急遽連絡くれてな、うん、同級生家泊まり、いや飲みたないね、もうお前なみたいなもんと、いやもうそれ言われた、俺はもうお前と飲みたいから、うん、まあ、わざわざ遠くてもさ行くわけよ、うん、あんたの家の近くまで、うん、いや俺はもう飲みたくて飲んでると思ってくれてたよ、ちゃうやんけ、流れとかあるやんけ、うん、会話とかその場を楽しめばいいだけの話だろ、うん、揉め事起こされたらさ飲みたくもねえだろ、揉め事っていうか、まあ一方的に言われたとこもあるから、うん、だから、まあ、それやったらもうでも俺はもうお前と飲みたいと思ってるけど、もうそれ確かに言っとくけど俺、うん、お前と飲みたいんじゃないねん、ああそうなんや、どうやの俺は、うん、お前と飲んでる俺が好きやねん、うん、大きにありがとう昨日いやこれなんなのマジで昨日できたノリもそんなウケんのかい、さざ波かい、その前にあれちゃう、俺がそのこのガラス越しでも分かったぞ今、うん、ここに牛ぐらい静かになってた今、めっちゃ滑ってたよ、うん、あのシャーペン落とそうと聞こえたもん高校入試で、ほんまに高校入試やったね、あ先生の足音聞こえるわ、いや高校入試やんけ完全の高校入試やんけまあまあね、まあでも3軒目カラオケまで行って楽しかったですよ、うん、楽しいね、変な二日酔いやったけどね、あそう、うん、あとごめんね、はっきり言うけど俺焼酎のソーダ割り飲まれへんのよ、今度からちょっとレモンサワーにしてもくれへん、知らねえよ自分でやれよそんなの、なんで俺や、いや言いづらいやん、なんかもうさ、もういや、まあいいけど一回カメラ撮っとくわ、全部リアルで、マジでもう終始2時間3時間その動画見たらみんな俺のことこう言うよ、お母さんやんって、まあ、それぐらい解雇してんねん、お酒こう混ぜてあげたり、もうこうちゃんあかん水にしときやって、もう酒飲むからもうやめてって言ってるやんって水変えてあげたり、お母さんやんこれ、うん、ダメな旦那に対して、いやほんまに昔ながらの、うん、家で酒飲んでくれててその妻よな、妻よ、うん、でも こんなん言ったことある、芸人の同期がさ、うん、同期にさ、うん、もう今から後輩来んねんからここケチャップついてんでって取ってあげたりする、俺もうやっぱ帰って何してたやろうと思うねん、優しいな、ありがとうな、びっくりして、うん、今度からちょっとあのレモンサワーとかは頼むわ、うん、いや言いにくかったっけ、あなんか嬉しそうになんかでっかい焼酎飲んでたから、うん、俺だけレモンサワー言うのもなんやなと思って、まあね、あとハイボール無理、覚えといて、何でも焼酎とハイボール、焼酎とハイボール飲めない、あそう、じゃあ無理して飲んでたん、昨日なんで飲んでたんじゃ、いや無理したよ、だってレモンサワーっていう空気じゃなかったからいやそういう空気したのお前やろ、うん、全然半分ハロてんねんけどな俺も、でも気使うやん、うん、まあまあまあ、なんか一緒の酒をせっかく新一君がさ飲みたいって言うてくれてたから、うん、前々から久保ちゃんとも飲みたいっつって、うん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 、一緒の酒を飲むっていうのが良かったけど、途中からもずっとすんごいお酒の味するわ、もう私うちこれあかんねんって思いながらずっと飲んでた、うん、そうだからお見送りがさ、うん、ほら知ってる人おるかな、でっかいサボテン、うん、わかる、
久保田の家でおなじみのな。そう、うん、お見送り新一が又吉君に、うん、プレゼントした、あれ何メートル、2メートルぐらいだったっけ、2、もうちょっとあるんちゃうかな、うん、あと100キロ超えてるらしいだ。そう、2メートル50ぐらいで100キロぐらい超えてるサボテンがあるのよ、うん、それをベランダに入れてたのよ。で、うん、なんか知らんけど又吉君が、うん、久保田君家買ったんやったらお祝いで又吉君もらったから、うん、お見送りからもらったから久保田君にプレゼントするって言ってくれたから、うん、本社からそのサボテンのお店の人たちが車に乗せて俺のとこ持ってきて置いてたのよ、うん、もう2ヶ月ぐらいかな、うん、で外置いててんけどやっぱあまりにもでかくなるから、うんうん、でちょっと色も変わってきてたから電話したの今日、植物のお店に、昨日お医者さんみたいなとこそう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 、へあんのよ、剪定してくれるところが色変わってきてんのよ。そう、色がちょっと変わってきてて、うん、でちょっと腐りかけてもいたんやけど、うん、ですいませんお願いしますって、いやいいですよじゃあカットさせてもらいますって言って、うん、じゃあ腐ってるとこだけカットして、あと溶剤って言ってそのどんどん大きくなる、うん、花が大きくなるなんか薬みたいなのも土に入れときますって言うわけよ。あ、お願いしますって言って俺もうちょっと朝10時ぐらいから寝とったんよ、うん、ソファーでここって終わりましたって言うから行ったんよ、うん、えって思ってんけど、うん、もう腐った部分切りすぎて1メートルもなかった。いやマジやねん、こんな、え、こんな切んのあれ、あの散髪屋さんで思ってたより切られすぎたみたいな。そうこんな身近なんねやみたいな、うん、ちょっと手術するって言うけどこんなしたらもう死んでまうやろっていうぐらいの。いやだからあれちゃう、その切っていって、うん、どんどん内側もすっごい黒かったんじゃん。ほんでもうここら切らなあかん、ここも切らなあかんってなって、あとバランスと考えて最終的でこの繰り返したらさ、あの5年後ぐらいにさ、うん、マジあの100均のサボテンみたいなんてなるサイズ的に手のひらサイズのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつなるよ。いやもうびっくりした。でだからそんな腐ってましたって言うからさ、うん、俺が言ったのよ、腐ってますよって、もう汗めっちゃかいてて、もうちょっと怒ってはったんかな。なんで怒ってんのやろな。ここ見てくださいよって、ここっつって灰色みたいになってるのサボテンのところが、うん、これ見といてくださいっつって親指でその灰色のとこをブッと押したんやけど、うん、なんかスーパーとかでさ、うん、なんかいたずらするやつ俺やん、トマトとかに、はいはいはい、もうあれぐらいの勢いでグーッとしたら汁がビヤーって言ったんよ、気持ち悪っって言ってほらねって言われて切れてるやん。ほらね、なんかサボテンってほらねやないねん。あのさ、久保ちゃんの家にあれ乾いてるイメージあったけどな、中むちゃくちゃ腐ってた。うわ嫌やな。なんで新一くんもあんなもんくれってつやねで、まず又吉くんにくれて、あそこの、あの、あれどうなってんの、又吉くんは OK やったん、うん、で、又吉くんがあげるっていうことを、そう多分新一くんに言うたやろ。そう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 、50万やってね、50万ぐらいのサボテンらしいですけどね。うん、うん、まあそんな感じですよ、サボテンもね、かわいそうに、うん、ニュースいく？あ、どうぞ。これね、あ、大体は知ってるわ、うん、まずね、あの冒頭でも久保ちゃん触れてたけど、はい、広末涼子さんダブル不倫、6月7日配信の文章オンラインが、うん、広末さんとミシュラン一つ星レストランシオのオーナーシェフ、これ鳥羽周作さんですかね、うん、がホテル密会を報じたと。ラブレターが出てきたじゃないですか、うん、らしいね。読んだ？知らないのよ、うん、でもそもそもやねんけど、うん、前の人はキャンドルアーティストのキャンドルジュンさん、キャンドルジュンさんで、今回もうラブレターの内容的には、うん、もうこんなに人を好きになったことは初めてですって言って、うんうん、まあ、結構そのクマ系の、うん、ゲイの方にめっちゃ人気あってんて、あのシェフの方って。あ、見たよ見たよ、うん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 、なんか最初の役者さん以外は、うん、広瀬さんってほんまになんか才能に惚れるというか、うんうんうん、ほんまにあんた言ってた通り夢あるというか、ね、夢あるね。うん、これどうなんやろな、不倫、まあ古いな、だ別にさ、なんかそれ一緒じゃねえよって言われたら悪いやけど、炎上してるやん、ちょっとしてる。炎上してもさ、キャンドル・ジュンさんやったらさ、火の扱いうめえから大丈夫だろ。うまいこと言うね。キャンドルやから。でもキャンドル・ジュンさんがあのすぐあのインスタに出したコメントしてる、うん、知らん。なんか、まあ、みんな言うたら不倫がニュース出たと、うんうん、でキャンドル氏は何を喋んのかと思って、うん、でパッとインスタ見たら、うん、キャンドル・ジュンさんがあの皆さんの心にあの灯火が宿りますようにみたいな、うん、まだキャンドルのこと言ってる。ずっとろうそくの話してんねん。素敵やん。で名前キャンドル・ジュンやで。かっこいいな、キャンドル・ジュン。落語家周平みたいなことやで。いやいやいや、まあまあね、言うたらね、めっちゃ変な人や。めっちゃ変なネーミングやで、うん、サッカー太郎みたいなこと。そう、サッカー太郎。めっちゃ変やんか。お前な。おお、なるほどね。いやでもな、まあ、これでもね、俺聞いた話じゃないけど、うん、不倫、民事になるかもしれんけど、不倫とかさ、うん、恋愛を取り締まる法律って日本に実はないねんって。あ、そうなの。うん、だから、うん、
あとこれ誰か言わなあかんと思うけど、まあ、うん、みんな言ってると思うけど、うん、女性の方がダメージ大きない芸能人の方って。ん、あ、今回の件で、不倫に関してなんかまだまだ平等じゃないなと思うねんけど。いやだってあの人は別にあの料理人でしょ。うん、料理人だからその芸能とはまた違うから。また違うけど芸能人同士の時ってさ、よう考えたら、うん、矢口真理さんもベッキーさんもさ、うん、思いっきり戻ってはないやん、不倫やったけど。でもゲスの極みの方はもう全然平気やしっていう状態やん。結構なんか女性の不倫厳しい。でもまあ現状言うと、まあ本当にあの誰もテレビで大きい声で言わないけど、意外とみんながあ、まあ分かるわ、見たことあるわっていう、例えばグラビアの方とかね、まあ個人情報が言ったらあかんけど、全然バイトしてるからね。あれ、そう、いやほんまに。でどこでやってるの、例えば銀座のスナックのところでちょっと顔出してやったりとか。食えてないんや。いや食えてないみたいよ、大変らしいよ。だからそういう人があっち行くんちゃう、そのギャラ飲みとかさ、六本木とか西麻布とからへんでらしい。なんかかわいそうやな、食えてないって。いやかわいそうで、まあむちゃくちゃ有名な方おるねんけど名前出せないけど、その人はもうあれ、もう俺4人、違う人4人に聞いたけど、うん、金持ちの人にそのマンションを買ってもらってそこに住んでる。うーわ、有名それ、うん、有名、むちゃくちゃその人は。そうなんや、うん、ちょっと普通に教えてや、イニシャルとかじゃなくて。言うかよ俺お前いい加減にしろよ普通に言うてや。誰が歩く文春法やねん俺、言うかお前ラジオで、公共の電波で、公共の電波で、うん、いや大変やからね、だからバイトしてる人も多いしさ。あとこれね、プール撮影会中止、うん、6月10日11日に埼玉県内で開催予定だった複数のイベントが2日前に解説側から中止を言われた、うん、なんか性の商品化みたいなことを言い出してんて、でもこれはおかしいと思うねんな、うんうん、あのお弁当屋さんとかもみんな準備してたのに、うん、結局おじゃんになってんねんな、うん、でその保証もないねん、うんうんうん、性的なポーズを取らすなってことやねんけど、うんうん、本人らそれ好きでやってるわけやんか。なるほどね、撮影会参加する人って。ほう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 。いかがなもんかな。あ、撮影会するなって言ってんの。そう、水着で撮影会もう中止を決定したんよ、2日前に。なんで知らん、なんかあれちゃう、あんまエロないジジイが決めたんやろな多分。それかもうエロくないジジイが水着着てたのかもな。いや、エロくないジジイの水着はただの漁師やから。それ漁師はもう意味が、いや漁師というかそのやねん、その島育ちのさじゃあこれだから未成年がいたっていうのはちょっと問題あってなってるらしいねんけど、ちょっと敏感すぎるというか。あ、未成年が水着を着るという。いやそれもやけど別に他のポージングも。いや俺そこに対しては一理あるけど、未成年、例えば親がね、まあ言い方悪いけどバカな親がすぐ芸能界入れたら金稼げるやって思ってるやつっていっぱいあると思うんだけど、例えばそういう自分の子供、小学校6年とか中学校2年3年の女の子、成長してる家庭の子にさ、じゃあ例えば写真会しますよって言ったって、見たことあるよツイッターで、中学3年生の子が水着着てそこに集まる、40とか50のクソジジイのハゲたやつだから長いカメラでパシャパシャ撮ってみ、聞くるって。いや、そういうのあるんだったら別に廃止したらいいよ。いやでもまあそういうことを、そういうつもりじゃないみたいな顔しとんねんって、多分ニヒルな顔して。誰が、おっさんらは、自分らはそのロリータとかじゃなくて本当にこの水着を撮りたいんだよみたいなことを言うから。で、僕はでもこれね、一方的にニュースだけで言ってるけど、シャレならんポーズしてたんじゃん、ほんま。なんか分からんけど、インリみたいな、それは未成年がさ、インリみたいな格好したら止めるやん、親。あと急に思い出したけど、俺も、歌手の倉木麻衣さんのお父さんってさ、昔自分の家の庭で、倉木麻衣さんがビニールプールで全裸でプール入ってるビデオ売ってたしてる。もうやめて怖い話。いやほんまニュースになって、あれマジでエグいで、あのニュース。やめてそういうのは。やめるわ。いやめっちゃあれは話題になったよ。だからもう最近のカメラ構造とかもそうだけど、いろんなレースクイーンのとこ取りに行ってるやつらでもそうやけど、甲子園もそうやけど、もうその長いカメラでお前らはどこ撮ってんだっていう話になってくるのよ。長いよ。長いよ。高いよ。長いよ高いよ。うまいよ安いよ。できたよ。できたよってなんやね。美味しいよ。あ、いただきます。ちゃんね。あれ長いよ。何撮ってんの？いや、いろいろ撮ってるやんか。
あの人らって結局もうだからもう麻痺してんでしょ、二次元でしょ、うん、陰キャすぎて。まあね、俺だって今思い出したもん、さっき言った今思い出したって、うん、俺中1の時さ、もう性欲爆発しそうになって、うん、国語の先生おってんけど、うん、国語の先生がさ、紙にほら、はい、勉強漢字の練習しなさいって書くやん、はいはいはい、とか先生が黒板でチョークで何か書いてる時とかあるやん、うん、でたまに机の横にさ先生が座ってさ一緒に、うん、俺たちがずっとテストしてる時とかあるやん、うん、俺あの時ずっと先生の顔を返したもん、テスト用紙の裏に。それ何天才の幼少期のエピソードやか、それ科学者の。そうなん。いやすごいでそれ。いやもうたまらんくて、もうエロが爆発しそうで書いててんけど、見つかっちゃって先生に、その先生に怒られたん。それは何落書きしてんのって言ったから、やばはずと思って顔真っ赤なって、恥ずかしいよな、裏返しにしたんよテスト、うん、だけど、いやなんか落書きしたでしょってバッて見られて、想像でさ、おっぱいまで書いててさ、いやもう最悪や、もう最悪よ。いやでも幼少期のさ性欲ってほんますごいからね。うーん、僕もあれやからね、好きな女子がおったんですよ中学の時、うん、フルネームをなるべく綺麗な字で書いてその紙食べてた、うん、え、は、何が、あ、自分の好きな人のフルネーム、何、いや今煽り運転で当たっていったんだ当たってない、当たってない、ポコって聞こえたけどじゃあね、これはでもみんな経験あるらしいよ。何、もう一回言って、何、いや自分の好きな女の子の同級生のね、うん、可愛い子やったよ、その人のフルネームをなるべく綺麗な字で紙に書いてそれちょっと食べてた、うん、何、おまじない、それおまじないに近いやろな。どういうこと、黒魔術、200歳まで生きるみたいなこと違う違う、なんか人の命までもらうみたいなこと、付き合いますようにっていう意味を込めてね、うん、でこの話したらね、やっぱりみんなバカにされたんよ、うん、昔のベース吉本で劇場でも一、うん、人だけ近づいてきた哲夫さんが、わかるわーって言ってた。わかるんかい、やっぱりわかるんかい、あの人みんなしてるやつやなって言ってた。してへんよ、誰も誰もしてへんよ。哲夫さん分かってくれた。うん、あ、これそろそろ時間的になんですけど、うん、テーマいきますか。いいよ、まさにまあタイムリーって言うとあれやけど、うん、トロサーモンの本日の募集テーマはトロワーク。あ、ちょっと待って、あと1個だけいい？いいよ。あ、ごめんなさい、ちょっと聞いてる方でもいいんですけど、うん、まあこれはまあリアルには言えないんですけど、うん、宮崎のね、銅像、おお、トロサーモンの銅像がちょっと戻るかもしれないんですけども。あれなんで撤去されてたの？あれはちょっと契約事情で撤去されたけど、本当のことを言うとね。おめでとう。いやいや、いや、それでちょっと止まってるのよね今。なんでなんで？なんかいろいろあって、どうかね、それ今宮崎県庁にあるので、なんかこれ聞いてる方いらっしゃったら、銅像をね、もう一回戻してもらえませんかというような一報を入れてもらえるとすごくありがたいと思っておりますんで。宮崎県庁の人聞いてるかしら、これ。いや、だから聞いた人が連絡してくれてもいいやん。なるほどね。で、なんか聞いたら、修繕費、修繕、ん、どう、修繕ってさ、あれ直すっていうことやんな。合ってるよ。その修繕がもう4ヶ月以上かかってるって言うねんけど、うん、ちょっと待てと、うん、マジであの時炎上してネットに書かれてたように、うん、俺とあいつの体の腰から上切り落としてんちゃうかと思って、どうぞのじゃないとこんなかかんないもん。いや、切り落とさんし、うん、もうそれあれやんか、大学のキャンパスにある初代校長の銅像やけ。こんなやつな。あともう首とかさ、肩落としてプラモデルみたいになってんじゃん、1番2番みたいな、 F の1、 F の3みたいな。みんなが作れるタイプの銅像になってんねや。ないよ、バラバラせえへんから。すみません、それだけありがとうございます。ぜひね、銅、はい、は10円玉見ても分かるけど劣化が早いから大変なんですよ。まあまあね、はい、あれ、テーマ、はい、いきますか、はい、不倫や浮気をしたいと思う瞬間はという直球ですね、はい、ほう。そもそもがだから、恋人がいるとか、うん、旦那さん奥さんがいる人に限られてくるんやけど、うん、呼んでいきますね、はい、あ、もうむちゃくちゃやけどいいかな。いいよ。ちくわ二世さんですね、はい、夜勤で眠らずに働いた翌朝です。まあ性欲高まって、あと高飛車なセレブ女性を見たとき、性的に懲らしめてやりたいと思うことがありますが、表現実現できたことはありませんって書いてある。あとスモールボーイさんは、やりたいとき断られたときって、そう、カスしか聞いてないかこのラジオもうむちゃくちゃやんか。何が高飛車なセレブ女性を懲らしめたいやねん聞いたことないな。お、男性やな、うん、男性が多いねやっぱり、うん、なるほどね、よこしまな考えが過ぎることもあるけどというの、スイカ種蔵さん、うん、1回超えてしまったら罪悪感がなくなり当たり前になるが怖いからしないです、うん、くぶっちゃんさ、うん、
普通にどう思う？そ、まあ、不倫と浮気だだいぶレベルちゃうけど、不倫と浮気、うん、賛成というか、うん、する？俺がもしあの結婚して、あ、まあ結婚してたことあるけど、どっちの話？不倫なのか浮気なのか、どっちでもいいよ、不倫やな。まあ今現実見ないから浮気やな。おいや俺浮気はだからあのほら修二さんの奥さん、うんうん、とあのディベートでも言ったけど、うん、まあ俺が間違いの方にね言われるかもしれんけど、うんうん、浮気したって言うけど、そらだって向こうの気持ちがこっちに伝わらなかったみたいなこともないか、それは。いやないよ、もうむちゃくちゃ。いやその何て言うかな、うーん、家に一つ家の中にいることで、うん、うん、喋りもしなくなったりとか、まあね、うん、会話も少なくなったりとか、これはだから出会った時以上の冷酷さであったりするわけやんか。まあね、きついよな、うん、黙って一つ誰の下にいることってすごいしんどいと思うねんな。しんどいやろな。そんな中で改善余地を見当たらないまま二人でそのままいくと、うん、やっぱ浮気してまうことにはなってしまうやん。けどそれを浮気したら女性は何してんのお前って言うけど、いや例えば男も女性が浮気したら何してんのって言うけども、言うな。でも一個そこに行く理由が、そこに原因はあるわけで、うん、だから突き詰めて浮気あかんって絶対的にっていう意見ではないのよね俺は、うんうん、互いに何かあって、そこを修正してないからそうなったんじゃないっていう、ね、なんかそのね、あの険しい顔でさ、うん、理路整然と喋ってたけど、うん、自分ただ浮気した言うてるだけやで、それ。ほらだからこうなるから俺も結局そうやねん。いやだからこうなるから嫌やね俺も。でリスクでかないかなと思うねんな。あの結婚してるから、いや、浮気も不倫もリスクがでかいから、もうそれとは別れるとか、うん、てかもうそれやってる時点で多分もう別れたんやと思うねんな、うん、状態的にはね。だってめっちゃ好きやったら、うん、それを失うことになるやんか、うん。なんか俺聞いたで、あのあんま言ったらあかんけど、うん、宮崎の友達と飲んでたんやこの前、うん、で田舎の方やねそいつ宮崎の、うん、でこの不倫とか、うん、田舎やったらあんのかなっつったら、久保さんって言うんだけど、うん、久保さん何言っちょっとですか、うん、俺が住んじょ田舎はですよ、うん、婦人バレーの女の人たちおるけどですよ、全員やっとりますわいやいやそれ何やねん、いや本当ですもん、全員やっとるですよって。全員やってる、全員やっとるですよって。いややっとるですよって言うけど、お前あ田舎ホテルとかねえだろ、うん、ホテルがないからいいのですわって。宮崎の良さは山があることですわって、山行って車でやっとってさ、みんなっていやもう最悪や言ってた、車でやってるって。うわそれバレへんのか。バレんですよ、山ばっかですよ俺もバレんとこ山何個も知っておりますわ山はバレないって。いやでも難しい、まあ本人らがええんやったらええけどな、うん、婦人バレーみんなやってんねや、うん、婦人バレーやってるって全員、うん、あなるほどな。女性の意見も聞きたいんですけど、確かに一個ぐらい、もう一個ぐらい行きたいかな女性、うん、あ特に一人おったな、うん、女性そういえば。ちょっと待ってね。あ、ここにいつも来てる柴田さんも書いてますね、はいはい、トラーク、とっても寂しい時、恋愛について新しい視点や考え方が欲しい時、恋人に会えない日々が続いた時、いつもラブラブのカップルならばありえませんね、僕はワンパターンの恋愛がいいですねと。真面目な意見を。真面目な意見で、あのクロス FM の住人ね、あの方ね、前にいつもおる。あ、今ピースしてるわ、変なチョキやな、何や3本出しとんか、怖いチョキやね、怖い、広げすぎやねここ、怖い、メッセージちゃうかあれ、グーチョキパー全部勝てるやつかこれスーパーチョキかこれなあ、まだやっとるよ。ね、ああ女性やねこれね、うん、以前お付き合いしていた人にというタカさん、うん、ハートさん、うん、浮気されました。やっぱりこれか、浮気されて LINE であまりにも気持ち悪いやり取り見てしまい一気に冷めて、そんな時に優しくされた男性に揺らいだことがありますと。おー浮気男とは別れました。これはまあ仕返しとしては真っ当というか、うん、俺その代わり確信ついて今から。ええよ、あついにつく、うん、これみんな見、カメラ映ってるやんな。映ってるよ、映ってるやんな、うん、今 YouTube でこれまあ例え上げたら4万、うん、5万6万回りますわこのラジオも ね、うん、で今浮気は何だって、うん、女の浮気男の浮気、久保田何言ってんだてめえバカ野郎と思ったやついるかもしれないけども、うん、実際現実見せつけてやるから、うん、ようまなこ開いて今見とけよ、まあ、見てるやつ、うん、今から確信つくから、つく、ここに今来てるよね皆さん。来てますね、正直言ってくださいね、皆さんに聞いてるわけじゃないからね今から聞くことは、うん、お友達が浮気したっていう話を聞いたことある人手を挙げてみてください。どうお願いします。ほら見てみろ 90% やんけ、これが確信やない。ごめんごめん、日本、違う違う、90% 言い過ぎ、90% 言い過ぎ、ごめんごめん、あまりにも増した
マシマシ。でも80あったろ。70あった。70、80あったろ。だからこれがそういうことやねんって。うん、仕方ないね。まあでも分かった。それをなんか浮気したらあかんやろって修二さんの奥さんの話ばっかりしてるけど言うけど、うん、実際そういう世の中になってしまってんだよ。まあな、うん、まあまあぶっちゃけせやな、もうこんだけおるということはもうええし、うん、でもされたら分かるよ、したらええし女の人も、うん、逆でもせや、うん、彼女にされたら浮気されたら、だからしたらあかんじゃなくて、なんでしたんだろうって耳は傾けてあげてよ。なんかの理由があるって、浮気イコール全悪だって、うん、ね、それはダメよ。そうそう、俺もでも許したことあるからな。あの同棲してた彼女にが思いっきり寝てて、うん、なんか床で寝ててさ、うん、家同棲した時お前童貞やんけ、嘘つくなよ急に。誰が童貞やねん、むちゃくちゃ言うなよお前、やりちんじゃ。ふるふるやりちん、大きい声でな。ひらがな、カタカナ、カタカナひらがなです、優しく言ってや。いやそれそう、寝てる時に思いっきり出会い系サイトでメッセージ送ってるまんまの、うん、あの携帯の画面があってん、うん、でこれ何してんの浮気やんって言ったら、うん、ピヤーって言われた。小島優秀の話、うん、なんか思いっきりふざけてきたから笑ってもって許した。寛大やな、うん、さあ、電話のコーナー、はい、行きたいと思います、はい、これたくさん来てますんで、うん、なんかめっちゃ来てるらしいよ。そう、垂れ込みですね。ほら前回のさ、あのあっちゃんのくだりやったやんか、うん、あれがさ回りすぎてここめっちゃ電話かけてきてんのよみんな。またねあれね、うん、面白かったもんな。そうそう、さあ行くよ、うん、まずはこちら、うん、一般の方からですね、行きます、うん、再生します、20年ほど前のことなんですけども、学生時代広島のあるホテルでフロント係のアルバイトを夜勤でしてました。怖い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 。ある日俳優の大滝秀治さんが劇団の人たちを引き連れて一泊泊まりに来られました。紳士的な方でした。翌朝チェックアウトの際、大滝秀治さんが有料放送をご覧になってたのがバレてマネージャーさんに怒られながら帰って行かれました。でもええやんか。ペイチャンネル。ええやん、もう亡くなられてるやろ。ほんで大滝秀治さんとやったかな、ね、微妙な。亡くなられてますかね大滝さん。多分亡くなられてるよ。いやというかさ、ええやん、大御所の役者さんもさ、うん、AV 見るって。なあ、ほんであんなレジェンドの大俳優捕まえて、そんな話か。かわいそうに。いや、途中ドキッとしたよな。したけど。ホテルのフロントっていうから、なんか女性連れ込んでとか思ったけど。うん、でも天国で笑ってはるわ、今これ聞いて。せやな。ね、秀治さんすいません。すいません。関根勤さんがモノマネしてるでおなじみの、そう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 、大滝秀治さん。さあ、次いきますよ。はいはい。こちら。いつもラジオを聞かせていただいております。10年前のことなんですけども、空手の僕やってて、その合宿にそのローカル局のロケでクロちゃんが安田大サーカスのクロちゃんが来てたんですけども、そのクロちゃんが、まあ、なんだろう、空手の合宿を体験しようっていうコンセプトのロケだったんですが、その肩とか筋トレとかをクロちゃんと一緒にして、まあよくあるクロちゃんがちょっと責められ役になって、わーやめてーみたいな感じになって、結構その周りの人が、おいクロちゃんしっかりしろよみたいな感じで流れていくロケだったんですけども、その最後に、騎馬戦をやるっていうオチがあったんですね。で、そのクロちゃんの騎馬に対して30人ぐらいで攻めていくっていう、今ではよく考えたら考えられないような、本当ロケなんですけども、僕当時中学生だったんですけども、後ろからクロちゃんを僕はもうバン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 もう平手打ちで攻めたんですね。なんですけども、クロちゃん全く手の跡ついてませんでした。以上です。どういう話なこれ。なんかジャンル何？バンバン平手打ちしたけど、クロちゃんに全く手のひらの跡がついてなかった話。怖い話。怖い話ちゃうよ。いやこれちょっと異常な感じやな、うん、ちょっと丸尾君今のいいわ、今のはよくわかんねえわ。次いきます、うん、いつもラジオ聞かせていただいております。10年前のことなんですけども、空手の僕やってて、クロちゃんや、クロちゃんもう一回言ってもらった、うんうん、次行くね、はい。先日都内の銭湯に入っている時に急にサイレンみたいな音が聞こえたので、目を開けたら、とんでもない大きさでうがいをしている寺島進さんがいました。
なんかほんまみんな見たまま言ってるだけやな。これほんまか、おもろいけど。サイレンの音。寺島進さんはうがいがあーって音なんや。あ、なるほど。そういうことね。面白いな今の。面白いけど。次行きます。はいはい。あの。今着信きた。それこういう可能性あんねん。トロサーモン久保田さんの後輩のもんなんですけども、いつもお世話になってて優しい先輩なんですけど、ちょっとその自分を大きく見せる癖がありまして、飲み会でよく言ってるのが、俺のあそこは大きいんだぞっていろんな子に言って回ってまして、ほんで実際に LL サイズのコンドームを使ってるらしいんです。でもそれいざつけてみるとカパカパすぎてすぐ外れてまうんですって。で結局1回のエッジでコンドーム5個ぐらい使うんですって。すいません。すいませんじゃなくて。クロスバー直撃の渡辺センス君でした。鍋はもう、うん、有名な話やからね。あなたが見え張っている L サイズのコンドーム使ってるっていうの、あれやめや。ちっちゃいやから。見たことあんのか。俺あるよ。龍のようやぞ。いや、もうとんでもない。俺最初見た時についてへんねやと思って。だ、うん、あ、そっか、女性なんや。いい加減にしろよ、ほんと。あ、それ女性、そういえば女性的な面あるなと思って、うん、もういいよ、別に俺のチンチンいじるのもいいよ、うん、まだじゃ誰え俺のチンチンいじるのはいいよって言ったらややこしいから話。めっちゃ触るみたいなやつ。俺やなんかひどいやつおったで。誰、先輩が誰か俺のそれ聞いてさ、俺いじり出してさ、うん、お前のチンポってあれなんやろって、うん、なんかヤクザで問題起こしたやつが小指切った時の小ささなんやろってどんな例えやねん。いかつすぎるやろ。いやでもええ例え、わかるわ。ええ例えか。次いきます。鍋はダメだあいつは。こちら、はい、トロサーモン久保田さんの後輩芸人なんですが、久保田さん昔から髪の毛の生える薬を飲まれているんですが、1日に23錠飲んでいるので、薬でお腹いっぱいになって1食分の食費が浮くらしいです。もうええね。やめろ。本物の話やんけ。お前マジでやめろ。あんた23錠飲んでた。じゃあ、そうそう、だから嫌い薬。顔がね、まあまあまあ、いつも見に来てくれる方は分かるけど、目と顔がむっちゃ腫れてる時はそれぐらい飲んでる。ダメよそれ。いやいや、頭皮の薬が食後で3回でまず3錠やから、1,2,3,4,5,6,7,8,9 やね。で、ナイシトール、これが食後で3食で5やから。いろんな薬飲んでて、そう、15錠、9錠やから。だからもうラムネで腹満たしてるみたいな。そう、もう一番嫌なのはなんか飲み終わってさ、飲み終わって飯も食うやん、うんうん、で、漫才とかしてる時に、あ、口の奥に先食ったも入ってたらもう気持ち悪いっていうなるやん、うん、で舞台袖行ってふってするやん、口ペって、うんうん、薬出てきたことある飲み込めてないやん、もう牛すじみたいな感じで。牛すじ、ちゃんと薬が残ってたやめや、その遭難者の飯やんか、もう薬で腹満たすって。え、さっき電話かかってきた、なんで。つまり留守電に吹き込むためにこの最中に電話かかってきた。いや、聞いててかけ、ひょっとしたらここにおる人かもしれないよ、いたずらで。聞いててかけてるかもしれんもんね。いや、その可能性あるな。出てもいいけど怖いな、やめとこう。怖い、うん、てか一瞬で、あの、なりやんだ、うん、これラストいきます。はい、はい、トロサーモンの久保田さんにお世話になっている後輩芸人です。先日のザ・セカンドを久保田さんの家で一緒に拝見させていただいておりまして、で、まあ、ザ・セカンドの途中で、まあ、一回飯食いに行くかっていう話になりまして、ザ・セカンドを途中でやめて、まあ、ビデオを撮ってるんで、もう一回後から見ようと。でも、そのザ・セカンドの情報はもう絶対に遮断しても、ツイッターとかでも調べないっていう話で、ご飯行かせてもらいまして、で、帰ってきまして、久保さんがザ・セカンド見る前に一回、風呂入ってくるって風呂入って、で、久保さんがお風呂上がって裸で帰ってきまして、じゃあザ・セカンド見ようかって言って、その途中のとこまで、早送りで飛ばしてたんです。で、まあ、ちょうどええとこやなってところで止めようとしたらリモコンが効かなくなりまして、うわ、やばい、これももう早送りでもう結果分かってしまうっていう時に、久保さんがこうリモコン直れっていう気持ちの一瞬で、もうリモコンで裸の久保さんが
自分のお尻をペチ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 って叩いておりまして、あれはもう滝豊かでした。ありがとうございます。なんなん、さっきのが、この1個前が、スカちゃん宮本君、うん、そして今回が、心の荒くん。そうそう、なんなんこの、彼の落ちっていつもなんかこういう感じやな。そんなんやな。竹豊でした。リモコンがさ、もう電池切れてて早送りしたらさ、見たいとこがあんのにギャロップのマジで止まらへんくなって裸で、もう優勝者分かっちゃうからね。そう、何してんねんってなってパニックって、うん、リモコン裸やったけどケツバンバンこう叩いてる。それはちょっと、それを多分言うてたと思うわ。竹豊かなったやん。いや、ありがとう。今日もね、芸人さんたくさんくれましたけども、はいはいはい、さあ、お時間となりました。なりましたけどもね、はいはいはい、またね、たくさん、なんかね、まだ言えないですけど、ビッグゲストがもしかしたら、ね、これはついに、これはついに、あの、なんでしょうね、どれだけ期待してもらってもいいぐらいビッグですよね。うん、えぐいよな。えぐい、出たいって、しかも本人が言ってくれてる。しかも女性。ああ、もうそこまで言っちゃいますか。あ、ごめんなさい。トランプで言ったら、まあそうだね、キングとかクイーンとかに入るかもしれないよね、上の方でね、うん、いや、上やな、うん、これは楽しみです。楽しみでございます。はい、じゃあ閉めちゃって。はい、閉めちゃいます。はい、終了。下手くそ、下手くそ、さよなら。